フィギュアスケート世界国別対抗戦、第1日、15日。マルゼンインテックアリーナ大阪男子ショートプログラム、SP が行われ、五輪に連覇の羽生譲る、ANA は1 0 7 1 2で2位となった。SP 演技後のハブの一問一答は、以下の通り。演技を振り返って。やはり、日本語のアナウンスだったので。 自分の中で聞く気はなかったんですけど、宇野選手の点数があまり良くなかったというのが聞こえていて、しっかり彼はミスっちゃいましたけど、彼の力とか、魂とか、そういうものを受け取りながら頑張れたと思います。自分が一番貢献できることは、自分の演技にしっかりと入り込んで、自分のペースでやることだと思っているので、ただ今日は本当に、 最後の最後まで、なんか、うの選手と共に、力を借りて滑らせていただいたなと思っています。順位について、えっと、まあ自分はやれることはやったと思っているので、あんまり順位は気にしていないですけど、でもあの、まあまずは自分のこととして、前半のサルコーとトーループジャンプを初めてこのプログラムで、 試合できれいに決めることができたので、まあ成長しているなと思えています。コロナ禍でのコイン大会へ参戦を決めた思いは、一番大きかったことは、自分のスポンサーさんである ANA さんのフライトに、スウェーデンから日本に帰るときに、本当に誰も乗っていなくて、空港に行っても真っ暗で、海外の人にはゴーストタウンと言われているんだよ。 というようなくらいの空港の状況を見たり、本来はゲートであったはずの乗り口だったはずのところが、なんか病院の受付見たくなっていたりとか、そういう状況を見て、本当に自分自身は自粛することがすごく大切だと思っていました。自分が感染を広げないことと、自分がその感染を広げる人の移動のきっかけになっては、 いけないということをすごく感じてグランプリは棄権したのですが、今は、もちろんその気持ちも持ちつ,つつ、そういう食の普通のあり方がなくなっている方々、またはそういう状況の中で苦しんでいる方々、もちろんこうやって大会を開催してくれたり運営していただいたり、またはここに来ているテレビの方々、記者の方々含め、本当に、 大変なことを痛感したので、僕は、そのお仕事という場に、僕が身を寄せることによって、何かしらの力になれるんじゃないかなと思いました。フリーに向けて。えっと、まあやはり世界選手権の悔しさみたいなものは少なからずあって、リベンジしたいという気持ちも少なからずあるんですけど、でもその気持ちも認めて、それ、 プラスアルファ。今日の演技のように自分が成長したなと思えるような演技をできるように。しっかり自分に集中したいと思います。羽生譲る、地元リンクは3.11のような傷跡があったフィギュアスケート世界国別対抗戦15日。マルゼンインテックアリーナ大阪男子ショートプログラム SP が行われ。羽生譲ーる26イコール ANA イコールは 国際スケート連盟 ISU 公認大会では今季自己ベストとなる107、12点で2位につけた。笑顔と共にピースサインを掲げたハブ。演技後のオンライン取材では、海外メディアからに、3月に相次いだ東北地方の地震についての質問があった。ハブは特に2月の地震で棚がずれたり、 食器が壊れたりという被害があったと説明したが、幸いにも自宅は東日本大震災のような被害はなかったという。一方で、地元のアイスリンク仙台は、ひび割れや、3.11の時に被害を受けた壁がまた崩れたり、至るところに3.11の時のような傷跡があった、と言い、補修工事をしながら少しだけ滑らせていただくことは、 できましたと、当時の困難な状況を振り返った。次のオーディオビデオでお会いしましょう。